go home。 どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターのストモクと申します。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとまああの歌ボーカルミックスボイス、まあ、練習のコツをね、いつもご紹介してるんですが、まあ、私もね、まあ、過去15年ぐらい前に歌のね、練習を始めました。まあ今30後半でしょうか。バクと言いますが、で、まあ、あの歌をね始めてこういろんな練習、まあ、いろんなこう壁とか課題とか乗り越えて今に至るわけですが、まあ、その歌レベルアップすることで、まあ、自分の人生とかその生き方とか、うん、まあ、こう考え方も結構いろいろ影響を受けて変わって成長してきた感覚実感があります。なので、まあ、ちょっと今回は歌の、まあ、具体的な練習というよりも歌を歌うことでその自分の歌以外、まあ、もちろん歌音楽に対してもそうですし、人生、勉強、学校、もしくは仕事場、ビジネスにおいてこうどういう変化があったのかっていうことをちょっとお話ししたいかと思ってます。まあ、ちょっとね、あの練習の動画じゃねえのかよっていうことで少し切られそうな感じもありますが、まあ、あの歌のね、まあ、練習する目的というか、まあ、モチベーションというか、そこの歌を歌うことによってどんなことが影響が自分にあるのかってことを知っておくことはかなり、まあ、歌の練習のね、まあ、むしろモチベーションアップにもなると思いますし、まあ、歌は歌だけの話、世界じゃないんだよってことをちょっとまあぜひね、ちょっと今日は使いたいと思いますので、まあ、ちょっとね、具体的なこんな感じでねやっていくといいよという、まあ、お話もしようと思ってますので、まあ、ぜひね最後まで練習じゃねえのかやってちょっとねバッシングなしにして、聞いていただければと思います。で、まあ、一応冒頭ですね、私、こう今30後半とお伝えしましたが、学生の頃、まあ、高校生とかは、うん、まあ、正直、まあ、こんなあの動画の前でペラペラ喋るような人間じゃなかったんですよ。で、まあ、多分高校とか中学とかですかね、もうその同級生が見たら、あ、何こいつこんなんだっけみたいなというはずですぐらい全然変わってます。変わってるっていうか、その変人とかそういうことじゃなくて、まあ、成長したというか、まあ、変わったということですね。まあ、この中学の頃とか結構もう最たる中にあるあるでしょうか、目を見て喋れない、まあ、まあ別にその女の子と喋れないとかそういうような世界じゃなくて、うん、そもそももう結構内気な少年でした私は。で、そのまあ人前でね、その喋るのはもちろん、うん、まあなんだろう、自分の気持ちをこう素直に表現、今俺こんなこと思ってるんだよみたいな、こうまあ多分親しいね、なんか何数名の何人かには、でもそれでもなんかね、やっぱりね、上っ面な人間でしたね冷たい人間、冷たいというか打ち明けるのが怖いみたいな感じな、言うと内気な少年でしたね。まあ高校生ぐらいまでも結構続きましたね。だからカメラ向けられて写真撮られるとなんか下を向いちゃうみたいな、なんかもうどんな嫌がらせだよみたいな、私がカメラの誰かその友達がね、なんか修学旅行とかでカメラ撮って写真撮ってくれる時に、逆にこう顔尊敬ちゃうみたいな、性格悪いみたいな、そんな感じで、ひねくれたというか、まあ、内気な少年でしたと。で、そんな少年がですね、私のそんな内気な私がですね、まあ、大学入ってちょっと歌始めたというか、まあ、カラオケにね行くような感覚ですよ。もう本当に好きな歌をカラオケで歌うっていうところで、大学から結構ハマり始めまして、で、まあ、本当に週にね 3,4 回ぐらいね、ひどい時はね行ってたんですよ。まあ行く方はね、結構それでも行く方は行くと思うんですけど、歌をね結構ハマりまして、で、まあ最初はもう本当に好きな歌をどんどん歌い込んで、うまく歌いたいっていう一心でねやってたんですけど、まあこの歌を歌う中で、まあやっぱり一つのね、まあ、ちょうど私ぐらいの年代だとバンドブームっていうのがありまして、まあ、バンドをね組みたいっていうことで、バンドも組んだのがちょうどその頃か、ちょっと後らへんかな、なるんですよね。で、そのバンドを組んで歌うことによって、まあ、さらに、まあ、そんなね内気な少年がじゃあバンドを組むっていうことになると歌うわけじゃないですか。まあ一応ボーカルギターボーカルとかでやってたんですけど、そのギターボーカルでライブをするなんていうこともあるわけです。で、まあ正直言いますと、初日のライブ、初ライブの時はまあなんとか頑張ってやり遂げたんですけど、次の日高熱出して一日寝てましたね。何でしょう、使い果たしたみたいな、もう、まあいろんな意味でもう内気な人間で頑張ったのもあるし、もう慣れないバーライブというステージという場所でもう完全にテンパっちゃったみたいな、そんな経験があります。初ライブの次の日は高熱で、ね、一日寝たみたいな。
でもまあそんな経験を経て、まあ、今ちょっと思い返すと感じるのは、まあ、やっぱり自分の好きな音楽、まあ、その歌うことが好きで歌ってて、まあ、目を見てね喋れなかったりとか、その自分の気持ちをなかなか言えなかったりっていうことは、なんかやっぱりちょっとずつできるようになってきた感覚があります。まあ、歌って言葉でね、メロディーとかその、まあ、楽器とか一緒に合わせて、まあ、音楽の力を使って表現をしているわけですが、まあ、その歌いながらもなんとなく自分の気持ちを少し乗せて歌ったりとか、やっぱりその歌に共感して自分の気持ちを投影したりとかっていうことで、まあ、自分の気持ちを出すっていうことをなんとなくその歌を通して学んでいた気がします。まあ、それがなければ多分ここまで、まあ、動画でねこうやって喋ることももちろんだし、歌うこともそんなにやってなかったと思うので、だからやっぱり自分の気持ちをしっかり素直に出せるようになったっていうことと、あとやっぱりそのバンドですよね。バンドってのはやっぱり一人じゃなくて、まあ、今ちょっとね一人ではコロナなんでペラペラ喋ってますけど、まあ、仲間と一緒に一つの、まあ、応答曲をね作り上げるわけです。なので、まあ、チームワークとか、まあ、コミュニケーションとかっていうのも結構そこで磨かれてきた部分もあるし、まあ、バンドマンってね結構変態が多いんですよ私も含めて変わり者が多いと思ってます。で、まあ、お互いのね自分の、まあ、こういう風な人にしたいってい こうガというか、まあ、ポリシーですかね、かっこよくと、それがあって、それをいかにお互いのポリシーをこう生かし合いながらこういいバンドを作っていくかっていうのはすごい、やっぱりなんだろう、上っ面な友達関係じゃ絶対できないような会話コミュニケーションが必要だと思ってるので、まあ、かなり、まあ、意思疎通の、力もねついたかなとそれで思ってます。なので、まあまあ、かなり、まあ、歌うことにだけ特化すれば、まあ、バンドっていうのは、まあ、組む人組まない人ってもちろんいると思うので、まあ、ここでは三つ星とか歌の練習をしている人がどういう体験をしてどう変われるのかっていうことにちょっと焦点を置くと、まあ、やっぱり一つ最初に言った自分の気持ちをこう素直に出すっていうこと、表現すること、あとその自分の気持ちそのものをちゃんと捉まえることができる、そのなんだろう、今例えば自分は悲しい気持ちだけど、あ、これはでもそんな悲しいなんて言っちゃダメだ、私は強くいなきゃみたいな、まあ、そういうような自分の本当の気持ちに蓋をしちゃうような部分があって、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、悲しい気持ちがある、それはそれで一つ自分でしっかりあるということをまず認識しておかないと、それがどん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 、実はでもその悲しみは自分で蓋をしたままだったけど膨らんでいって、いつかある時爆発しちゃったとか、そういうこともあったりするので、まあ、自分の気持ちをしっかり捉まえることができる、まあ、そういったまあまあ、音楽を通して気持ちを表現する、自分の気持ちを知るということを、まあ学ぶわけです。それが自分の普段の生活、人間関係とか、あとビジネスとかでも結構プレゼンテーションでもやっぱり情報を伝えるというよりも気持ちを乗せるっていうことができる人っていうのはかなり説得力が違ってくると思ってます。でこの辺をまずその歌を通して、まあ何でしょう、自分の気持ちを捉える、歌を表現、気持ちを表現する、歌を通して学ぶっていうことをどういう風にやったらいいかっていうのをちょっと一応ね具体的な話もねするって言っちゃったんでまあ一応3つぐらいちょっとねお話ししておきます。これをやると歌練習してる人にとって自分の、性格とか気持ちを表現するとか心を捉えるっていうことにつながる3つのポイント、一応1つ目お箱の曲を、ね、作りましょう。まあ、お箱ってのは得意な曲ですね。自分がこの曲好きでとかこの曲ずっと歌っててとかっていうのを曲1個でもいいので作りましょう。でそのお箱の曲があることによって、まあ、いろんな、ね、曲歌ってて、その、ね、自分の好きな曲いくつもあるよっていう、それも全然いいんですけど、中でもこれだけはずっと歌ってるっていう曲があると、まあ、当然ずっと歌ってるのでその歌に対してはもう歌詞も見ずに、そして他の歌いたての曲よりも断然うまく歌えるわけです。これだけでもかなり、まあ、表現力というか歌をスムーズにアウトプットする力がつくので、まあ、このお箱の曲を持っておくと、まあ、歌としてボーカリストとしてもかなり、そして人間としても成長しやすくなるのではないかなっていうことは一つ感じてます。で2つ目過去の自分の歌と比較してみるということです。でこれはまあ一応自分のね、成長度合いにもよるんですけど、その1ヶ月前とか、まあ、2ヶ月前半年前、その今のお箱の曲、同じ曲をなんか定点観測じゃないですけど一定の間隔で音源を残しておくんです、まあ、歌った音源ですね。でその音源を後で聞き返して自分がどれだけこう、まあ、レベルアップしてるのか、か
変わってないのかっていうことを、まあ、ちょっとこう振り返るだけでもだいぶ自分の中で歌に対してのこう少し入り込み感が違うはずです。まあ漠然と毎日、まあ、歌をね歌っているよりもどういう風に自分が成長しているのか、でその過去の軌跡を見ながら次自分がどういう風になっていくのかっていうその指標にもなるので、まあ、その自分の過去の音源を比べてみるっていうのも一つ自分のボーカルとしてのボーカリストとしての、まあ、心を鍛える、一つのメソッドになると思います。これが2つ目で3つ目ですね、まあ、現代今ならでは SNS にアップしてみるってことです。でこれはね、ちょっとおすすめがあります。一番動画、まあ、動画がちょっと苦手な方はまあ音源だけで見てもらうし、その顔が見えないようにするのも全然ありだと思うんですけど、 YouTube ですね、まあ、この今まさにやってる動画とか、あとインスタグラムも動画上げられます。だからショートバージョンとかでもいいですし、まあ、好きな曲の一番だけとかサビだけとかでもいいと思います。そういう歌を配信聴いてもらうっていうことで、そこでまあ反響をもらったりするとだいぶ歌い手として、ね、自分でやってる感じの表現してるっていうことっていうのは誰かに対してそのアウトプットしてるので、その出したものが返ってくる場所がやっぱり必要なわけです。その場面を作るかどうかで歌に対してのやっぱりその立ち向かう姿勢っていうのが変わってくるので、その場面一番手軽で、まあ、今本当に一番のなんだろう、コロナでライブも、ね、できないのでおすすめなのが SNS、 中でも YouTube、Instagram、 あとはTikTok なんてもあるんですけど、ちょっとごめんなさい、私もまだあんまり TikTok をねやってないんであれですけどTikTok も動画配信できるはずです。まあその辺いろいろ SNS 使ってもらうと歌、自分の表現者としての、まあ、スキルというかステップアップができると思いますいうような話で、まあ一応自分がね、まあ、自分の過去の話をぐだぐだと話してきましたが、まあネクロの少年でも歌を通して音楽を通して変わることができました。ぜひ皆さんも、まあまあ、ネクラかどうかはちょっと別にして、まあ、今のね自分を変えたい変わりたいっていう感覚をお持ちの方で、まあ、あなんか特に趣味もないから、うん、どうだろう歌ちょっとやってみようかな、歌だったら別に楽器とかいらないしっていう感覚で試し始めてもらってもいいと思います。歌は多分、まあ、歌うだけでも全然自分の気持ち変わってきますし、その歌う経験を通して必ず多分成長はできると思います。私も実際その15年ぐらいねやってきて、まあ、その変化変わった感覚を掴んでますので、まあ、それはぜひ皆さんにもね体験してもらえればと思ってます、まあ、そんなような話をね最後にちょっと宣伝っぽくなっちゃって申し訳ないんですけど、ハのオンラインサロンでこんな話をね音楽を通して自分が変わるということを、皆さんと、ね、一緒に体験経験したいと思ってます。なので、まあ、興味ある方はですねちょっと一ページが、ね、ちょっと下の方にあるんで、見ていただいて、でまあ何でしょう、音楽は、まあ、基本的にはね楽しいものですので、自分の好きな歌を歌ってね楽しく歌ってもらう、かつ楽しく歌った先に、まあ、成長とかね、その自分の成長がそのまま人生変わるみたいな部分がつながっていくことを意識できれば、まあ、まあ、たかが音楽って言葉はあれですけど、されど音楽人生につながってくるものだと思っていますので、ぜひね、まあ、この感動体験をねぜひみんなで一緒に、味わいましょうということで、まあ、まあ最後に宣伝かよという話ですが、まあ、音楽はね自分人生を変えてくれます。ぜひね、まあ、好きな方はねもう一緒に歌いましょう。で、まあ、歌うために必要な技術知識練習のコツはこれからも配信していきますので、ぜひねこんな動画に飽きずに、いいねチャンネル登録して、また次の動画でお会いしましょう。